こんにちは、ネモです。パワープラプリやっていきます。今回は、恋川のあちゃんの性能と、イベント自体を走るべきかどうか、僕なりの意見を皆様にお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。ということでですね、先ほど僕も SR の恋川ちゃん撮ってまいりました。で、先に、今回のイベントの関しての結論だけ。今回は、恋川ちゃんをレベル40まで育てられる報酬帯に入っておくことをお勧めいたします。で、今からその理由についていくつか話をさせていただきますので、ご興味ある方はぜひ見ていって、後にご感想をコメントでいただけると嬉しいです。で、皆さんもね、この恋川ちゃん撮って使用感など確かめられている方もいると思いますので、合わせてコメントいただけたら嬉しく思います。ご協力よろしくお願いいたします。ということで、テーブルの方をさらっとおさらいさせていただきます。レベル45で試合経験点が 10%、 総力とコントロールの上限が2、筋力ボーナス8がレベル40で手に入りますと。で、この試合経験点に関しては、まあ、最悪どっちでもいいです。まあ、あれば当然経験点の上積みができるので大きいんですが、それよりもこのコントロール上限、そして筋力ボーナス8、この2つを獲得しておくことでデッキ幅が一気に広がります。プラス試合経験点の点数というよりは、十文字東に関しては、完全にタックのハマり待ち。まあ、マント辺境高校に関しても同じ理由ですね。タックのハマり待ちになるので、40まで解放をしていれば、もう十分に使えますし、めちゃくちゃ強いと思います。で、その理由のもう一つとして、この固有ボーナスですね。一緒に練習すると、獲得精神経験点アップと。で、今、最前線の高校とされている、十文字東高校とマントル辺境高校ですね。両方とも精神が最も足りません。で、その子を補ってくれるキャラクターとして活躍が見込めるんじゃないかなというふうに思ってます。しかも相棒で上限がついているキャラクターっていうのは今までミチルしかいなかったと思うので、そういう意味でも今後の将来性も非常に広いキャラクターなんじゃないのかなというふうに思います。で、ここから現環境とのマッチングの話をさせていただきます。で、今僕が、これが僕の最強デッキだという投手デッキがこちらになっていて、ドエ、古谷、守る、沢村、明神、そして浅上を組み込んだデッキですね。そして、このデッキの中の浅上ですね、を抜いて恋川ちゃんを入れることで、明神と恋川ちゃんで真、強心臓の虹の特殊能力を取得しながら、全練習に相棒が絡める。そして、精神の経験点も多く取れる構成を作ることができます。もちろんそのコントロール上限が、ドエと合わせても4しかない。もしくは、浅上と沢村のこうベストマッチを崩すことで、真変幻自在が取れない。まあ、そういったデメリットはあると思います。ただ、新しいデッキの一つの形として作っていけるものだと思いますし、浅上より精神の経験点、そして各練習の数が得意練習を持ったキャラクターの数を増やせるという意味でも非常に恋川ちゃんは有用なんじゃないのかなというふうに思います。なので僕自身も、まあ、最低でもレベル40にできるランク帯には入っていようかなというふうに思います。他にも考えられるデッキはたくさんあると思います。例えばこのデッキですが、道へ浅上、守るくん、大田、そして明神に恋川ちゃんと。いう、固有キャラ二人ですね。シナリオ所属ゆべキャラ二人を入れたような編成もありかなというふうに思います。こうすることで、球速が6枚、相棒も入れて積みながら、変化球のところ、そしてコントロールも数を増やせるので、まあ、タックで取れる経験点が非常に大きくなるんじゃないのかなというところでございます。あとは、コントロール106構成とかも、恋川ちゃんがいれば、恋川ちゃんと同栄がいれば、二人と、プラス1人足すだけで106構成が作れるので、そういった意味でも非常に強いかなというふうに思います。で、合わせてマントル辺境高校の相棒枠としても非常に有能だと思います。なので、そちらのデッキも合わせてご紹介させていただきます。はい、ということで、マントル辺境高校の恋川ちゃん編成としては、ドエ、達也、守る、サナちゃん、オクタビア、ここに恋川ちゃんとかを入れる構成ができるかなと。いうふうに思います。
やはりスタミナを多く積むことで精神経験点を取りながら、その余った精神経験点を精神系の超特殊能力に回していくというのが大事になってくるのかなというふうに思います。で、変化球がこの構成だと2枚という形にはなるんですが、相棒の小井川ちゃんと入れて3枚、もしくは物足りなければ達也の枠を外して、例えばですが葵ちゃんとか、もしくは夢白にすることで変化球の威力も相当高められるんじゃないのかなというふうに思います。で、小井川に関しては筋力ボーナス8もついているので、急速スタミナに絡めば相応の筋力そして精神が入ってくる形なので、これでも形にはできるかなというところをですね。で、小井川ちゃんはマットル辺境高校でも、そして十文字東高校の投手デッキでも両方で輝けるキャラクターだと思います。そして将来性も、まあ、野手の方でね、結構注目をしていて、やはり総力の上限で相棒枠、まあ、野手上限を持った相棒っていうのは初めてだったと思うので、まあ、そういった意味でも今回は小井川ちゃんはかなりこう将来性、そして現状のデッキにも刺さるというキャラクターになっていると思います。はい、ということで、ここからでは何位ぐらいを狙ったら小井川ちゃんのプラス3が作れるのか、もしくは何位ぐらいがおすすめの順位なのかという話をさせていただきます。で、グループランキングの方は、僕はスター発掘大会、予選の方全然走れていないので、スター発掘大会に行っております。で、レベル40を作るには、累計の SR1 枚と、あとは、ここで1位を取るというのが、グループランキングだけで言えば絶対条件になってきます。で、SR がもらえるのは、だいたい4位までという形になっていて、今3位につけているので、頑張って、まあ1位か2位くらいは取れて、こう、あとは、金のハゲゾウなり、使えば、なんとかいけるのかな、というふうに思っています。もしくは、全体ランキングの方で、2000位までに入れば、SR が2つ。5000位までに入れば、1つ、SR の小井川ちゃんが入ってきます、ということで、まあ、グループランキングを見ながら、だいたい5000位から2000位を狙っていく形を取ろうかな、というふうに思ってます。もしくは、1000位まで入れば、PSR のノアちゃんが入って、先ほど話をした試合経験点以外のボーナスは全部乗っかってくるので、まあ、ここを狙うのも全然ありだと思います。非常に強いとも思います。なので、おすすめの順位としては、500位から5000位入れれば、まあ、十分なんじゃないかなと。あと1枚でも1枚 SR が入ってきますね。もしくは、自分は PR の大丈夫博士度をたくさん持っていて、まあ、そこをベースに解放できますよって方は、2枚とか、でも大丈夫だと思いますし、まあ、5枚に入っとけば、それこそ PR の小井川ちゃん2枚入るので、これを PR の大丈夫博士像で解放して、プラス号2台作れば、最低プラス2保証がされるので、まあ、おそらく3はいけると思います。なので、まあ、そういった立ち回りもありなんじゃないかな、というふうに思います。なので、皆さんの、こう PR、そして SR の大丈夫博士像の残り具合、そして今走られているのがスター発掘なのか甲子園大会なのか、そしてグループランキングの方々はどれくらい走っているのか、本当にこう諸々のことを考えながら自分なりの目標順位を決めて、そこから走るといいんじゃないのかなというふうに思います。で、先ほど話をさせていただきましたが、性能自体は非常に高いものがあると言って間違いないと思います。なので、もし余裕があれば走ることをおすすめします。で、僕自身も最低レベル40。まあ、できれば PSR 母体を取れたらいいかなと思っているので、まあ、そのあたりは頑張っていきたいかなというふうに思います。で、ちょっとサバカの方まで手が回らなそうなので、サバカはおそらく累計の SR1 枚かなというところをですね、余裕があればなんとか走って、まあ、1枚か2枚 SR を確定させて、あとは PR が入ってくるようであれば、そこでまた解放を狙っていけたらいいかなというふうに思ってます。で、どうでしょうね。こう、やっぱりそのイベントを走るっていうのは時間と、あとは皆さんがお持ちの意思にも関わってくるので、初心者とか、あとはあまり課金もしないよと、意思もガチャでたくさん使ってしまって残ってないよといろんな状況があると思います。で、その中で、まあ、その、どこにこう自分が重点を置くか、その、
新キャラの強いキャラをとにかく引くことに重点を置くのか、こういったある程度性能保証がされていて、今の環境にある程度刺さっているキャラクターを取るのかは非常にこう悩ましいところがあるので、ぜひぜひ皆さんのご意見も合わせてコメント欄で教えていただけたら嬉しいかなと思います。かなり詳しく細かく話したので、ちょっと僕自身もちゃんと整理できてるかなっていうところと、皆さんからも、小池ノアちゃんの性能なり、あとは目標順位なり、まあ、どういったこう印象を抱かれているか、ぜひ教えていただけたら嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。